親友。小学校は6年間同じクラス。中学では2年間同じクラス。高校でも1年間は同じクラス。行く大学も一緒で学部は違えど部活は同じ。最高に馬の合う親友がいたんだよ。悪ぶって見せる癖があったけどな。気が優しくてちょっと臆病でいいやつだった。大学でなんかさ、部活の後のダベリの最中に先輩だったかな、親友っている？って聞いてきた人がいてな。14、5人はいたんだぜ、なのに俺たちだけだったよ、いるって即答できたの。聞かれた瞬間にお互いを指さしてさ、二人して笑ってたら周りまでいいなとかさ、お前ら愛し合ってるだろとかからかわれたりさ、揃って照れたっけな。社会人になって4年目か、あいつがすごいくらい顔をして家に来た。たわいのない話したっけ。その後で今人生の瀬戸際になってるからって借金を申し込まれた。あげるつもりで渡したさ。二度三度と来ても冷たくなんかしなかった。就職とかってぶっちゃけ運もあるしさ。俺があいつのいいところわかってるからきっとなんとかなるってそう信じてたんだ。あいつの良さがわからない奴が多いのが悪いって。人ごとなのに腹立たしくも思ってた。4度5度と来て、だんだん様子のおかしさが悪化してってるのが気がかりでさ、とうとう、心配になって家に行ったんだよ。扉の前に竹で作ったやぼったい飾りが出てた。アパートなのにさ、表札がなんか大理石っぽい石に刻まれたもんをわざわざ紙を差し込むタイプのやつを上から取り付けてた。わけわかんなくなったよ。家に通してもらった後もっとびっくりしたわ。あいつんちクソの台からキリシタン一家だったんでさ、十字架とかある分には気にもならなかったんだけど、十字架の竿以外の棒あるだろ？それに鍵つけたような変な飾りが、所狭しと壁にかけられてんだ。なんか俺が小学生の頃工作で作ったような形の悪い変な壺とかあるしさ、ひょっとして、もしかしてこいつ生活苦のあまり変な宗教につけ込まれたんじゃ。そんな疑念が浮かんできてさ。手近な壺に触ろうとしたのよ。触るな。カゴを奪う気か。すごい形相だったよ。喧嘩だって何度もした仲だけどさ、ふてくされたりとかいろんな顔見せあったけどさ、殺しかねないってレベルの恫喝なんて経験なかったぜ。カゴ愛が来るわけねえだろって冗談言ってごまかしたけどさ、その後俺の一挙手一投足をじっと見てるんだよ。こんなことあるんだな。俺が親友だと呼んでた奴はとっくに死んでたんだよ。カゴがあるんならなんで仕事見つかってないんだよ。今は試練の時。神が下さり賜った選ばれた人間に与えられる供養の最中。その神様ってさ、選んだ人間の周りを不幸にしてまでそういうことすんのか。不幸だと思う奴は神に見放される。そっか。こんなやりとりであっけなく俺たちの友情は崩壊した。俺は昔の住所録からあいつの両親に電話をかけて、あいつが変な宗教にハマってかなりヤバい状況になってるって報告した。赤の他人の俺じゃ助けてやれる範囲に限りがあるからって泣いて頼み込んだ。カルト宗教被害支援団体がやってくるその日、俺も見に行ったよ。悪魔とか散々悪態つかれちゃったぜ。お前が悪魔将軍だったのかとか言われてさ、助けようとしてる人を悪魔となじるんだよ。オウムの時俺はまだ小さかったけど、なんで人間があんなひどいことできるのかわかんなかった。催眠術とかはやってもどうせやらせだろうと思ってた。こんなことってあるんだな。お前らも気をつけろじゃあな。見張り。20年ほど前、D 県にある国立大に通っていた友達のアパートへ、3人で引っ越しの手伝いに行った。遊園地周辺やキャンパスの周辺はそこそこ明るい感じだったが、そいつのアパートは軽川を越えた雑木林にあり、車のなかった俺たちはバスで近くまで行き、そこから歩いて20分もかかったひどく寂しい場所だったんだ。引っ越し屋の業者も帰り、4人で麻雀などをやりつつ酒を飲んだ。当時タバコを吸っていたのは俺だけで、夜中になった頃タバコが切れてしまった。酒とジュース、つまみは豊富にあったんだけど、タバコだけはない。自販機はないのか？と聞くと、例のバス停まで行かないとないという。外は真っ暗だった。文字通り足元も見えにくいほどの闇。マジかよー、嫌な感じだなー。時折ある街灯の周辺だけがかすかに明るいだけの山道をとぼとぼと歩いていると、公衆電話のボックスに出くわしたんだが、これが何かおかしい。二
通なら明かりがついているはずなのに、消えている。壊れてるのか？これ？立ち止まってボックスを覗くと、電話機には電気が来ているらしく赤い表示はついている。通り過ぎようとしたら、公衆電話の隣に立ってるゴルフ場のでかい看板の後ろに、男が立ってじっとこっちを見ていた。思わずうおって小さく声を上げてしまったんだが、愛想笑いをしつつ軽く会釈をして俺は通り過ぎた。こんな真夜中に、あの親父、何やってるんだろう？気持ち悪いなぁ、と思いつつ歩いていくと、森の中に分かれ道があって、〇〇の里とか、〇〇の家だかもう思い出せないけど、白い看板が立っていて、来る時は全く気づかなかったバリケードが置いてあった。道の奥は森の中に消えていて先は全く見えなかった。別荘でもあるんだろうな。やっとバス停まで出ると、田舎のバス停によくある雨よけのしょぼい屋根の下に、中年の女が立っていた。もう、バスなんか来ねえだろ？なんでいるんだろ？中年の女は俺がタバコを買うのをじっと見ていた。戻ってくると例の別荘らしき白い看板の前に、車が一台止まっていた。軽トラっていうのか、小さい荷台がある、よく田舎なんかの農家の人が乗っているようなあれ。どう見ても三人がやっと乗れるような車なんだけど、四五人くらいの男と、二人ほどの女が周りにいる。真夜中だろ。それにこんな真っ暗な中でお互いに人が出会ったら黙って通り過ぎるのもなんだから、と思った俺は、なんかあったんすか？と声をかけずにいられなかったんだ。すると若い女が、道に迷ったみたいで、と言った。助けてくれます？こちらに住んでるんでしょ？と慣れ慣れしく笑って言った。俺、地元の人間じゃないんでわからないけど、バス停のある国道ならあっちの方ですよ、と言うと、もう一人の若い女が、じゃあ、そこまで一緒に車で、と言う。よく見ると女の着てる黄色のジャージは、まだらになってて元は白いものが汚れてしまった感じだし、車の中には赤ん坊がいるようだった。車の中には生ゴミの袋があって、赤ん坊はその中で泣いていた。ひどい悪臭がした。冗談じゃねえよ、こんな気持ちの悪い奴らの車なんて。ここからならまっすぐだし、ちょっと帰る家も遠いので、となんとか断ってその場を去ると、連中は、じゃあ、また、と言った。例の電話ボックスまで来ると、さっきの男が今度は電話ボックスの中に立っていて、電話もしないくせにじっと俺を見ていた。アパートに帰った俺は、さっきのことをみんなに話した。なんだそやとか、よっしゃ、見に行ってみるか？とかちょっと盛り上がって、ほんの30分も経たなかった時だった。玄関のブザーが鳴った。玄関で友達が受け答えしている。はぁ、雄大生です。そう、友達と一緒ですけど。とかボソボソ聞こえてきて。そう、今日引っ越してきて。もう貸してない？とか言ってる。なんだ、なんだ。どうした？俺たち三人も玄関へ行ってみた。よく田舎にいそうな、帽子をかぶった年配の見るからに農家の人みたいなおじさんが、玄関で友達と話している。外には、電話ボックスの男と、バス停の中年の女もいたのでびっくり。農家の人みたいなおじさんは、このアパートの親だと自己紹介し、外にいる男と女は息子さんとその嫁さんだと説明した。おじさんが、さっき、タバコ買いに行った人いなかった？というので友達が俺を見る。はは、未成年者のタバコと思ったんだな。それでわざわざ文句言いに夜中に来たのか。まったく田舎はうるせえ奴がいるんだな。単純にそう思った俺は、運転免許を出して説明してやろうとすると、中年の女がロイッと顔を出して。そうそう、このお兄さんよ、大丈夫だった？と言い、電話ボックスの男が、別荘のところに変な人がいたろ？と言った。イチャモンどころか何か心配してくれてるような雰囲気に拍子抜けした俺たちに、大家のおじさんが話してくれたのは、大体以下のようなことだった。以下は大家さんの話。このアパートは5年前くらいに建てて、雄大生をメインに貸していた。ある時住人の学生が一人、頭が変になってアパート中の人に夜中だろうとお構いなしに尋ねていっては、話を聞いてくれというようになった。当然住人からはクレームが出た。そいつは卒業してアパートからは出て行ったんだが、就職せず親元へも帰らず有志付近に住んでしまった。
その学生には得体の知れない仲間もいて、あちこちに現れては迷惑をかけている。その一つに雄大の学生名簿を使ったものがあって、一人暮らしの学生に話しにやってくるのだという。俺はピンときた。それ、ネズミ講じゃねえの？その頃は、マルチ商法とかの名前はなかったが、卒業生などの名簿を頼りに何かを売りつけて会員とかにする、ネズミ講と呼ばれる商売は確かにあって、そういった奴はみんなから絶好されていた。あいつらネズミ講だよ。あの別荘がアジトなんでしょ？俺たちがそう尋ねると、大家さんは言った。あの別荘はもうないよ。解体されて今は更地だよ。実は、このアパートには学生だけが住んでいたのだが、例のおかしな学生の仲間の生徒がだんだん増えてしまい、不動産屋に頼んで連中には引っ越しを頼んでいる。最後の住人が出て行ったらここは閉鎖する予定なのだそうだ。連中が仲間を呼び込んでは困るので、毎晩定期的に見張りに来ている。それで、引っ越しのトラックを見かけたので、様子を見てたら何か様子が違うので心配になってきたのだという。大家さんは怖い顔で友達に言った。ここのアパートは、誰に紹介されたの？そうだよ、お前。ここはやべえぞ、と俺が言うと、友達はいきなり大声で言った。違うんだよ。俺たちは。唖然とする俺たちに、そいつは口から泡を飛ばしながら叫び続けたのを今でも覚えている。狂人ってのは多分ああいうのを言うんだろう。金儲けとか言うなぁ。俺たちはそういうのじゃない。反響欄のそいつを残して、俺たち三人は大家さんの車で駅まで行ってホテルに泊まり、翌朝帰った。そいつとはそれ以来二度と会ってない。当時は新興宗教とかカルトなんとかの話題も聞いたことはなかった。例の暴教団が流行る前のことだ。今から調べても暴教団が定権のあの辺りで活動していた記録はない。